今フル加速をしてみましたが、とてもエンジンのつきがいいですね。アクセルのオンに対して車がクッとこう前に動いてくれる感覚がすごくダイレクトです。それから吸気音がすごくいいですね。自然吸気のエンジンならではのサウンドが、アクセルをこう踏み込んだ時にゴーっていう、エンジンが空気吸ってますっていう音がすごく車内に伝わってきて、まあ、躍動感が溢れてます。でも例えば時速100キロで巡航してる時っていうのはすごく車が静かで、ナビシートの友人と会話をしても全く問題がない音になってますね。160キロでも全く不安感がないですね。まあ、二輪駆動という意味ではすこぶる高い直進安定性だと思います。今着座位置がすごく低いですね。もう路面スレスレを走っているような感覚です。なので路面のそばを走っているので、まあ、運転がとてもしやすいですね。高い位置にいるよりも低い位置にいた方が運転はしやすいと思います。それでいながらとても視界が広いですね。でボンネットが低く抑えられているからだと思います。おそらくエンジンの搭載位置が低いので、その分ボンネットを下げることができるということだと思いますね。このトランスミッションがすごく気持ちがいいですね。この6速トランスミッション、カチカチっとしながらもしなやかなところがあって、入れたい時にすぐギアを入れることができる。手に伝わる振動もとても気持ちがいいです。ステアリングのこのしっとりとした感覚、気持ちがいいですね。軽すぎず重すぎず、路面の振動を上手にドライバーに伝えているような感じです。速度が高い領域でステアリングを左右に振ると、まあ、とても不安感が増えるんですが、全く不安感がないですね。もう少し細かくやってみましょう。結構横地を車に与えてますが、路面からタイヤが、タイヤのその接地がなくなるような印象は全くありません。あー、すごく安定してます。通常二輪駆動でこの速度でこれだけ車を左右に揺さぶった場合はものすごく不安感が出るので、全然不安がない、全然怖くないですね。ものすごい車が路面に対して吸い付いてます。この感覚は僕は初めてですね。スピード出してもいいよって車が教えてくれてるような感じですね。やはり車っていうのは4つのタイヤが付いてる乗り物なので、その4つのタイヤのグリップをいかに高く保てるか、まあ、それが安心感を生んだりとか速さを生んだりするんですよね。でそういう意味では BRZ はものすごいタイヤが路面に吸い付いてますね。ブレーキを踏む、加速をする、ブレーキを踏む、加速をする、すごく小気味よくリクエストに対して答えてくれるという感じですね。ハンドルを切り込んでもグイ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 曲がっていく、これはなかなか出したくても出さないセッティングだと思いますね。本当によくタイヤがグリップしてくれてる。これだけいいハンドリングを持ってる車は世界中を見てもあまりないですね。このスタイリングですけれども、サイドから見るとすごくノスタルジックな印象ですね。でもフロントから見ると低く抑えられたボンネットと低く抑えられたルーフがとてもスポーティーです。ドライバーズシートに座るとすごく体と車のフィット感を感じます。薄いけれどもしっかりとしたシートがあり、なおかつドアを閉めて車のを運転するスタイルに持っていくと、ステアリングとかシフトノブとか各スイッチ類がとてもドライバーにこうマッチしてくるんですね。でこの感覚はなかなか他の車では体感することはできません。この BRZ、とてもピュアなハンドリングマシンであることを僕は今日体感しました。なかなか現代では珍しいポジショニングの車だと思います。運転する人が誰でも感じることができるこのハンドリングをぜひ皆さんにも味わってほしいと思います。